ホイッスープライムです、じゃあ続きをやっていきます。横になってどのくらい経っただろう。外は暗くなりかけていた。体は汗でぐっしょりだった。ちゃんと寝巻きに着替えた方がいいかもしれない。その時開花の電話が鳴った。多分お袋じゃないだろうか。お袋は結構心配性だからな。ひょっとすると気づかなかっただけでもう何度目かの電話かもしれない。もしもし、前原ですけど。お、生きてた。もしもし、ミオンだけど、具合はどう？ん？圭一のお友達ですか？圭一は休んでますけど、代わりましょうか？え？あ、お父様で？あ、すみません。バカで、引っかかってやがるよ。よくあの後でこんなテンションで喋れるな。え、けいちゃん。いつものノリの応酬に互いにしばし笑い合った。だが笑い合いながら疑ってしまう。みんなは本当に事件と関係あるんだろうか。ないとそう言い切れない自分が悲しかった。元気そうで安心したよ。レナもすっごく心配してたよ。サトコはざまあないですわって喜んでたな。リカちゃんは病気でかわいそうかわいそうですってさ言ってそう。チェ、みんなで勝手に大盛り上がりしてたみたいだな。まあまあ。でさ、ケイちゃん、お見舞いに行っちゃ都合悪いかな。お見舞い？いいよそんな、重病人ってわけじゃないんだから。うちのバッチャが山ほどおはぎを作ってさ、お裾分けに持ってけって言ってんだよ。だから持ってくね。おいおい、風が移っても知らねえぞ。おじさんもレナもおバカさんだから大丈夫。じゃね、すぐ行くから。電話は威勢よく切れた。レナも来るのか。そんな言い方だったな。レナに会うのはまだちょっと気になったが、ミオンと一緒ならと思った。やがて10分もしないうちに玄関のチャイムが鳴った。そんな近いのか。どんな感じ？ちゃんと薬飲んで寝てた？そりゃもうしっかりとな。元気そうでよかった。心配してたんだよ。もう今となっては怖いな。悪かったな。明日にはもう大丈夫だよ。全然病み上がりを気遣わないミオンと、心底から心配そうな顔をしているレナ。その表情に裏はないように見えた。ちょっとお邪魔しようかと思ったけど、まだ本調子じゃないみたいだね。ん？そうか？俺の表情が陰るのを見られたようだった。じゃあこれ、ケイチ君、みーちゃんのおばあちゃんが作ってくれたおはぎだよ。レナが新聞紙で包んだそれを差し出す。5つぐらいは入っているのかもしれない。ずっしりとした重さがある。あ、サンキューな。ミオンのばあちゃんによろしく伝えといてくれよ。うん。あ、その中にね、レナが作ったのも混じってるんだよ。ケイチ君に見つけられるかな。これ今日の部活を欠席したケイちゃんへの宿題ね。おはぎにアルファベットがついてるから明日回答すること。おはぎにアルファベットがついてるの？お見舞いなのか部活なのかどっちかにしろ。うんうん、元気元気。これなら明日は大丈夫そうだね。この騒ぎで熱がぶり返したらどうしてくれんだよ。まったく。みーちゃん、あんまり騒いじゃ悪いよ。もう行こう。お家の人にも怒られるよ。二人は両親がいると思っているらしかった。うちの玄関は乱雑だからな。そうだね、もう行こっかね。あ、そうそう、ケイちゃん。なんだよ。お昼何食べた？ピグッと反応しミオンを見上げてギョッとした。もうだって目がレナの目になってるぞ。これまでに見たことのない薄気味悪い顔だったからだ。しかしなぜ俺に今日のお昼の話を聞く？ミオンの言葉は不気味なくらい空虚だった。俺が何を食べたかなんて初めから興味ないような、そんな言い方だったからだ。表で食べたよ。大石さんと一緒だったことを勘ぐられているんだろうか。とにかくはぐらかせても躊躇しても深読みされると思い、俺はなるべく早く返事を返したつもりだった。だが俺のそんな努力とは裏腹に二人の返事には間があった。
ケイチ君、お昼は外食だったんだね。レナもいつの間にか瞳の輝きを変えていた。そんな瞳の輝きって変えられるもんなんだ。それはギラギラとして一層言葉に白々しさを感じさせた。自身はすでに知っていながら無知を装っている、そうにしか見えなかった。どう？美味しかった？なんでそんなことを聞くんだよ。ミオンのオクターブは変に低かった。まるでそれは俺が町のレストランで食事したことを知っているかのような。いや、考えすぎだ。だってお昼の時間には二人とも学校にいたはずなんだ。俺の所在を知るはずはない。渋いおじさまとご一緒だったみたいだけど誰？めっちゃバレてるじゃん。めっちゃバレてる。どさり、俺の手からおはぎの包みが滑り落ちる。自分の顔から血の毛が音を立てながら引いていくのが分かった。へえ、ケイチ君、それ誰？もう怖いわ、これどうすんのこれ。ひょっとしてこの間の人かな、かな。舌の根までカラカラに乾いていく。もはやハッタリですらない。こいつらは全て知っているのだ。なんでそんなことわかるんだよ。やっとそれだけを喉から絞り出すのが精一杯だった。膝がカクンカクンとなり出す。さーてね、おじさんにわからないことはないからね。ミオンは意味深ににやりと糸を引くように笑った。で、ケイちゃん、何のお話をしてたの？ずいぶんと熱くなってたみたいだけど。みんなの話はしてないよ。ミオンともレナとも関係ない。聞いてもないのにレナたちの名前が出るなんて。なんだか怪しいな。詰められてる。レナはねっとりとした目線で俺の瞳のさらに奥を伺っていた。墓穴だ。心臓の鼓動が爆発しそうなくらい大きくなる。ま、何を隠れてやろうとも、おじさんには全てお見通しってこと、それだけを忘れないでくれればいいかな。いや、これすごい仲いいさ友達が急にこんなんしてきたらもうどうしたらいいんだよ。怖すぎるよね。頭を振ることもできない。奥歯がガチガチとなりそうになるのを必死に押しとどめるのが精一杯だ。ミオンは小首を優雅に かしげるような仕草をしながらも、決して俺の目をその眼差しから解放しようとはしなかった。ケイチ君、顔色悪いよ。もう横になった方がいいと思うな。そうだね、私たちはもう帰ろう。二人はまるで何事もなかったかのように笑い合い、玄関を後にしようとした。俺はさっきおはぎの包みを落とした格好のまま指一本動かすこともできないでいる。二人が扉を出、その扉がゆっくりと閉じていく。俺はそれをじっと見ているしかない。まるで扉が閉まりきるまで動いてはいけないかのように。その閉じかけたドアがぐいっと開けられ、俺の心臓がもう一度跳ね上がった。もうなんだよ。扉の隙間から片目だけを覗かせて、再びミオンの鷹の目が俺を貫いた。じゃあね、ケイちゃん。ああ。明日学校休んじゃ嫌だよ。いや、怖っ。不登校になる。バタン、扉が閉まった。二人の低い笑い声が遠ざかり、静寂が戻ってきても俺は指一本動かすことはできなかった。我に返り、俺が最初にしたことは扉に鍵をかけることだった。ミオンたちは俺が大石さんと話していたことを知っている？どうして、どうやって、いや、そんなことはどうでもよかった。知られたということだけが問題、事実なのだ。今にして思えば、大石さんが俺を訪ねてきたその最初から話は全て筒抜けだったのかもしれない。ミオンの言う通り、俺には何も隠し事などできはしないのだ。じゃあミオンたちは俺に何が言いたいんだ？そんなのは決まっている。俺に余計な話はするなと釘を刺しているのだ。余計な話ってなんだ？
俺が大井さんとしている話は一つしかない。そしてそれが余計だと警告しているのだ。大井さんが俺にしている話、それは毎年起こるお社様のたたりは個々の事件ではなく、すべて関連した事件であり、しかもそれは複数犯でひなみ沢に潜伏しているかもしれないというものだ。いや、もっと踏み込んでいった。ミヨンが、レナが、サトコが、リカちゃんが怪しいと名指しで言ったのだ。それに対しての警告だと言うなら、何バカなこと考えてんだよ俺。パシーンと大きな音が立つくらい大きく自分の頬を打った。それで悪い夢が覚めればと思ったが、なぜか布団を叩いたような手応えしかなく、虚しいくらい痛くない。冷静になれ前原圭一。俺はいつからこんなネガティブなことしか考えない男になったんだ。冷静になれ、冷静になれ。落ち着いてよく整理するんだ。ミオンが、俺がオイさんと昼飯を食っていたのを知っていたのは、きっとあのお店にひなみ沢の人がたまたま来ていたんだろう。まあでも普通に考えたらそうだよね。それでミオンに俺が来ていたことを伝えたに違いない。そう思えば一番自然だ。それによくよく考えれば、ミオンは俺がどこで昼飯を食ったかしか聞いてないぞ。それで美味しかったって聞いただけだ。たまたま俺と同席がひなみ沢の人間じゃなかったから興味を覚えられただけで、別に体なんかないのかもしれない。そうだ、そうに違いない。あの顔で。今にして思えば、レナの時もそうだ。俺が大井さんに会ったことを変に濁したので、レナに正されただけなんだ。それを俺がいつものおっとりしたレナとのギャップに面食らってしまい、驚いてしまっただけなんだ。そう考えるのが一番自然だ。頭の中がぐちゃぐちゃのスパゲッティになったような気分だ。こうして頭をぎゅっと押さえていたなら、耳や鼻から真っ赤なミートソースがはみ出してくるかもしれない。そう思ったら急に吐き気と頭痛を感じた。本当にそうなったら嫌だったので、俺は頭を抱えるのをやめる。誰が何を言っているのか最近全然わからない。みんなと一緒にいるときは楽しい。裏表なんか感じない。表裏か。みんな本当にいいやつらだと思う。引っ越してきて右も左もわからない俺に本当に親切にしてくれた。レナは本当に親切な面倒見のいいやつだ。変な病気さえ出さなければ本当に可愛いやつなんだ。ミオンも最高にいいやつ。年や性別を気にせずポジティブでアクティブ。あいつと一緒だと退屈しない。退屈しないなら賑やかなサトコだっていいやつだ。いろいろ生意気だが、それがあいつのコミュニケーションなんだよ。リカちゃんだってそうさ。口数は少ないけど無口なんじゃない。仲間さ。だが富武さんや大石さんに知らなくてもいいひなみ沢の秘密を、お社様のたたりの話を聞かされた頃からおかしくなり始めた。そして大石さんからみんなが、ミオンが、レナが、サトコが、リカちゃんが怪しいと聞かされた。そしてみんなが変わってしまった。そうだ、大石さんが変な話を始めてからだんだんとおかしくなり始めたんだ。やっぱりあの時変な話なんかきっぱり聞かなければよかったんだ。それならそもそもあの渡中氏の晩、富武さんに過去の事件の話を聞いたことからいけなかったんだろう。俺が変な好奇心さえ出さなければ。そうだ、だからみんなは富武さんを、みんながせっかく俺のために隠していることをよそ者の分際で俺なんかに喋ったから。じゃあ大石さんだって、みんながこんなにも知らない方がいいと忠告してくれていることを掘り起こそうとしている。それに俺にみんなを疑わせるようなことを吹き込んだ許せない男だ。あんな奴ならどうなっても知ったことか。富武さんも大石さんも所詮はよそ者なんだ。ひなみ沢の人間とは相入れない存在なんだよ。その奴らこそお社様のたたりにあって殺されるべきなんだ。みんなは悪くない。悪いのは好奇心を抑えきれなかった俺の方なんだ。みんなは悪くない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 。ぼーっとした。
寝起きのような鈍い感覚だったが、さっきまであった嫌な予感は薄れていた。もう大丈夫、もう怖くない、もう完全復活。明日は元気に学校行こう。みんなに挨拶、部活もやろう。きっと楽しい、絶対楽しい。俺はみんなの仲間なんだから。あ、そうだ、おはぎ食べないと。どれがレナの手作りか当てないといけないんだよな。さっき二人が持ってきたお見舞いの宿題を思い出す。しかし部活練習がデリバリーされるなんて、うちの部ってすごいよな。床に落ちたままになっていたおはぎの包みを拾い上げ、今へ持って行った。せっかくだからお茶を飲みながらの方がいいかもしれない。お茶を飲みながら頬張る手作りおはぎ。お、結構うまそうなシチュエーションだぞ。新聞紙の包装を開くと、中にはこじんまりとした、それでいてずっしりとしたこしあんのおはぎが5つ。新聞紙には左端のものから順に A、B、C とアルファベットが書き込まれている。さて、この中の一つがレナの手作りだというが、どれだろう。見た目はどれも大差ない。匂いも雰囲気もほとんど同じだ。これは手応え十分な問題だぞ。一番差が出るとしたら、おそらく形だろう。ミオンのおばあちゃんがどんな人なのかはわからないが、レナのそれとは絶対に違うはず。よく見ると、中に一つだけとても丁寧に作ったおはぎがあった。じっと見ればすぐにわかるくらいに。この一個がレナか否かが勝負の分かれ目みたいだな。なるほどね。さらに頭を落ち着けてよく考える。このおはぎ、ミオンは確かおばあちゃんが山ほど作ったのでお裾分けって言ってたよな。ってことはつまり、この中の4つはその山ほどの中の4つってわけだ。対してレナのはどうか。多分これ1個しか作ってないだろう。だからその1個に手間を惜しまないに違いない。つまりレナの手作りおはぎはこの E だ。一瞬それを見越したミオンの罠ではないかとも思ったが、それはないだろう。ミオンが作ったならいざ知れず、レナが作ったと言ったのだから、そういう引っ掛けはないはずなのだ。よし。なるほどね。お茶も準備 OK。 まずはディフェンディングチャンピオンのミオンのばあちゃんからだ。どれ。5つも食べれなくね、おはぎって。ふむ、悪くない。こしあんの滑らかさと十分な食べ応えの両立は侮りがたし、その後にするお茶も引き立てている。これは素晴らしい仕事だぞ。さてレナの方はどうかな。高級和菓子を思わせる繊細な作り。食べ盛りの俺としてはボリュームに若干の不安を感じるが、まずは一口。これは難しいジャッジになりそうだぞ。使っている材料は全く同じなのだから味に大差はない。まあそうだよね。違うのは最後の握りの部分だけなんだから、そりゃそうだ。となると勝負は芸術点とボリュームが分けることになるだろう。しっかりとした食べ応えのチャンピオンに食べ飽きない大きさのチャレンジャーレナ。だがレナのは一口しか食べていない。とりあえず食べ終わってからのジャッジにすべきだろう。ひょっとすると何か逆転になるようなすごい仕掛けが隠されているかもしれないんだからな。そんなことある？俺の予想は的中したようだ。俺の舌が何かに触る。食べるものとは少し違うようだったので、とりあえずそれを指につまんで取り出してみた。これはなんだ。それが何かを頭が理解する前に、あ、俺は食べかけのおはぎごとそれを力いっぱい投げつけた。おいおい、壁に叩きつけられあんが飛び散る。そして一心拍を置いてからボロリと剥がれ落ちて床に落ちた。なんか俺の頭が理解しきれてないぞ今。唖然とする俺自身。いやいや、暗鬼の影が流れ始めたぞ。どうした？何やってるんだ俺は。せっかくのレナの手作りになんてことを。唖然と強行に及んだ俺の手を見、そして口の中から取り出したそれが何だったのかを思い出す。それは初め髪の毛かと思った、うん、だけどミオンより短いレナにしたって髪の長さは結構ある。あんなに長くはないはずなのだ。ないはずだ。それに髪の毛というにはちょっと硬かった。舌の上でちょっと転がすだけの太さもあった、うん、ちょっと銀の輝きがあり、一方の端にはそう裁縫針のような糸を通すような穴が開いていて、
うん、そうだ、裁縫針に、よく似ていた。裁縫針入ってたの？そっくりだった。先端も尖っていた。危なくね？かなり鋭く。本当に裁縫針にそっくりだった。あれ？さっきのあれは裁縫針によく似た何だったんだ？答えなんか出ない。だが俺の中にいるもう一人の俺には分かったらしく、それを奥歯をガチガチと鳴らせて教えてくれた。湧き上がってくる恐怖を打ち消せない。急に、なんだよ、急に鉄の味がし、舌の奥がピリピリと痛くなる。出血を確かめるため指を口の奥へ突っ込み、ペタペタと触ってみた。突如込み上げてくる嘔吐感、ヒリヒリする味の胃液が喉の奥を刺激する。両の手で喉をぐっと押さえ、しばしもだえ苦しむと嘔吐感はなんとか収まった。ようやく正常に息ができるようになると、今度は心臓が早晩のようにバクバク言い始める。そしてようやくこっち側の俺も理解する。おはぎのに何が混じっていたのかを、その単語を脳裏に浮かべるより手が動く方が早かった。どしゃ、ビタ、べしゃ。俺は残ったおはぎを次々と壁へ叩きつけた。汚れちゃうよ。あらららら、飛び散った案の描く幾何学的模様がどこか不吉なものを連想、想像させる。それから目を背けると、俺は廊下に飛び出し、階段をドカドカと駆け上がり、自室へ、朝のままになっている布団の中へ飛び込んだ。気持ち悪い。おはぎに針入ってたってことだよね。そして自らの肩を抱き、恐怖と悔しさと怒りと悲しみでぐちゃぐちゃになりながら吠えたけった。これは脅しとか脅迫とか釘を刺すとか、そんな生優しいものじゃなくて、雛見沢で何が起こってきたのか、何が起こっているのか、何が起ころうとしているのか、そんなのはどれもわからないし、大事なことでもなかった。一体どこで金なんたらに触れてしまったのか。とにかく俺はレナやミオンや、あるいは他にも敵を作ってしまっている。そしてそいつらは俺なんか死んでしまえと思っている。殺されてたまるかよ、こんなわけもわからずに。さまざまな負の感情はまるで渦巻く底なし沼のように、俺を安らかでない眠りへと引きずり込んでいった。なんか気持ち悪くなってきた、俺も。やだ。怖い。ひたひたひた。はい。ここで切ります。ちょうど20分ちょいなんで。じゃあちょっと、あとどんくらいで終わんだろうな。これがずっと続くと思うとなんかちょっと怖いな。じゃあまた次回お会いしましょう。プライムでした。さよなら。元気。